こんにちは今日はですね面接官のタイプ別突破法っていうことでこれはどういう狙いかというとですね皆さんは1種類のタイプしかいないと思ってやるんで本番でいろんなタイプができて驚いてしまうんですね。 そういう意味で言うと今日はそのタイプを10個紹介することによって皆さんが「あ,あこれ見といたから大丈夫だ」この動画を見ることによって全てのパターンを認識してどんなタイプの面接官が出てきても皆さんが突破できる連戦連勝間違いなしそういう内容の今日は動画ですまずですねどんなタイプがあるのかっていうことを簡単に説明していただきますと2種類の質問パターンそして4つの面接官のスタイルそして 4つの面接官の性格実際に10個のパターンで今日は皆さんに説明をさせていただきますそれではまずですね2つの種類の質問パターンこれは以前我々が YouTube 動画でもご紹介したハウ型ホワイ型これはどういうのかっていうとですね行動を中心に質問をしていくタイプですね これは皆さんにも前にお話したように PDCA で説明するもしくはビルドアップ型で説明するどちらにしてもやったことは何このことを特化する質問タイプがあります。そしてもう一つが動機なぜやったのかというところを着目して聞くタイプこの2つのタイプに大きく分かれて質問がなされます。そういううい意味で言うと 1>, 1人の質問官が「ハウ」だけを聞く「ホワイ」だけ聞くってことは少ないんだけど面接官にあっての好みがあって「ハウ」を中心に聞く「ホワイ」を中心にして聞く「ホワイ」が多いのは人材系。 そして個人のモチベーションに支配されるベンチャー系ここはホワイト型の面接が中心となりますハウはどちらかというとどういう成果を上げたかっていう知恵の問題まあいうにコンサルなんかもそういう質問が多いそれとメーカーみたいなのもこういうハウ型が多いというふうに言われてますこの2つのことは皆さんが基本的な質問パターンとして理解しておいてくださいそして次が4つの面接官のスタイルです基本的に掘り下げ質問型事務的な対応型圧迫型 ブレンドリー対応型という4つのパターンが存在するというふうに言われています1つ目掘り下げ質問型これはどういうのかっていうと何々について質問するこうこうこうですかうんどうしてそう思うの何々何あなるほどねそう思う理由はどこにあるのかなこういたみたいねですからあなたたちが質問して答えまあ面接官が質問して答えが出てきたらその質問の答えに対してどうしてそう思うの次はどうやって のっていうことをどん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 聞いてこれはホワイの方が多いんだけどハウでもあるってことだねこのタイプの面接官は何を意識してるかって,って抽象的な説明をしてダメだよってことだ、ね、もっと具体的にもっと具体的にあなたのやったことあなたがどうしてやったのかを説明しなさい抽象的な説明では納得しませんっていうことがまず言われてるとことなんだねだから具体的な事実や本当の時に迫る質問をしていくこのことがこのタイプの面接官の特徴ですそれと 面接官が。 こういう答えがきっと出てくるはずだよねって思ってるんだよこの中の領域に答えが出てこない場合には永遠に深掘りが行われていくかもしくはもういいやっていうどっちかになるってことなんだねどちらにしろ皆さんにとってこのタイプの面接官を注意する場合にはどうするかっていうと具体的な部分を話すより具体的な本当の部分を見せるこのことができないとこの面接官を突破できません次事務的な対応型これはどういうのかっていうとですね 清水君これどう思うのこう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 ここここです次の質問に移りますどんな質問をしてどんな答えをしてもそこに対して追いかけでもっと深く聞くということはしないじゃ次の質問じゃ次の質問じゃ次の質問えどんな答えをしてもそこに対して何か思ってもっと詳しくとかそれはどうなったのって全く掘ってくれないんだねそうすると どんなにに一生懸命答えてても次の質問に移られてしまうってことこのタイプの面接官は感情を見せませんこれはわざとやってるケースと面接初心者で余裕がない場合と両方ありますわざとやってる場合に注意しなきゃいけないっていうのはなぜかっていうと感情を隠す感情を隠すのはなぜかっていうとそこに興味があるっていうことが伝わっちゃうってことだよねこれ面白いなそうするとその人間はそこに対して絡んでくるんです。だからコミュニケーション力をカット として質問に対応してるってことなんだねそうするとこのタイプを乗り切るためには皆さんは相手が絡んでくることはないから自分の力の中だけ希少転結をきちっと話す自分の中で希少転結を話す短く話すこのことがちゃんと実現できてないとこのタイプをクリアできませんそして3つ目フレンドリー型ど,ういうかというとどんなことでしょういいね俺が思ってた通りああそういう感じがいいねいいねいいねこう,いうやつ。そうするとね、みんな騙されちゃうんだな 彼らの役割はいつもニコニコ優しいお兄さん優しいお姉さん何でも聞いてあげるから本当のこと言いなよでも本当のこと言ったらいけないんだよ役割でやってるからこういうタイプの面接官が現れた時皆さんがしてしまうのはオーバートーク喋りすぎちゃうんだよ分かる喋りすぎちゃうとどういう弊害が起きるか面接っていうのは嘘はついてはいけないでも自分が話さなくてもいいこと話さなくてもいい話さなくてもいいことが話されちゃうと そうすると何だ本当はこいつこんな風に考えたでチェックかけられるってことなんだね役割でやってるケースに騙されちゃいけないよだからオーバートークしゃべりつきに注意しようフレンドリータイプ型が出た時に皆さんが注意することはオーバートークに注意ってことだね。次アップ 型これはもう皆さんが圧迫面接っていうことで一つのカテゴリーとして認識してると思うんだけど怖いイメージでうーんこういう感じで、ね、全然相手に好感を示すで何なのあそう何その答え全然分かんないよね本当にそんなこと思ったの違うよね俺はそう思わないけどさこういう感じでね え、これ嫌がらせでやられてんじゃないかまず怖いイメージで対応するどんなことやったら否定的に対応怒らせる形を意図していますなぜかこれはストレス体制を見てるんだよね本当にプレッシャーかけたでこの子どう対応するかやってられませんよ で開き直れたこの瞬間におしまいですかこういうタイプ出たらこれ圧迫やってるんだなって理解すればいいんでそうするとどんな答えしてもこうやってやってくるんだから淡々とこうこうこうですあそんな感覚納得できないよって淡々と答えていけばいいだからね自分の感情に、ね、をこういうどういう質問されても大丈夫なんだっていうのを見せていくしかない相手の思うツボにはまらないで対応できる感情を抑えてやるこれが圧迫型に対する対応 今のが4つの面接官のスタイルに対する対応法でしたじゃあ次に行く前にですね、圧迫面接と深掘りは異なるってことを理解してほしいです最近の sns 上でいうと圧迫と深掘りは同じだって書いてる変な人がいるんですけど圧迫と深掘りは違いますなぜそう書かれちゃうかっていうと面接で質問して答えられないケースってあるよね学生さん練習してない学生さんからするとね、うん、なんか es をね 丸暗記で読よ子もいるんだよね君が学生時代に頑張ったてにださら,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 らあ分かった分かったじゃあさそこの今あなたが話したことのさ中のこれって具体的にやるとどんなふうにしてやったのもう答えられないだって ESO 丸暗記して読むだけの子がいるからねそうするとその子からするとこれ圧迫だってこといやいや圧迫じゃなくてさあなたは質問されたことに答えられてないんだよってことなんだよ分かる圧迫と深掘りは違うの圧迫っていうのはね深掘りの中で圧迫がかかるっていうのはあ深掘りをね どうしてそうなんだよどうしてそうなんだよみたいにやるったら圧迫だよ感情的に何かとか怖い顔して何かってやるのが圧迫で深掘りっていうのは具体的に何度も何度度もも聞いてててくっっスタイルだだことなんだねそういう意味で言うとまずあなたたちが理解しなきゃいけない圧迫と深掘りは違うあなたたちは相手が質問したことに対してきちっと答えられないといけない。 相手の質問に答えてない場合には何度も質問がされるっていうことが行われてるんだそれが面接っていうもんだよってことを正しく認識してねっていうことなんですじゃあ続いて4つの面接官のタイプ頑固いって姿。 臨機応変型感情重視論理重視視論理4つ僕は挙げました頑固言って姿これは厄介これは会社に行ったら皆さんも出会うと思うんですよ自分の意見だけが正正ししいいい相手の意見は一切正しいと思ってないタイプだから相手が言ったことと自分が言ったことを考えていることが違った場合に相手に会うつもりは全くないタイプ多様性を受け入れることはできないこういうタイプの面接官まあ一面とか二面に出てくる若い子の場合はないけど最終面接とか部長クラスに出てきてオーナーだった たりすると結構存在するんだけど、こういうタイプは結構面倒くさい。相手に合わす以外の対応はできない。そうだね。でもね、あなたが途中でこの相手に合わせてこの会社で働くべきなんだろうかって疑問を持ったら、あなたは辞退すべきなんだ。 だってそのででやれないでしょそういう意味で言うと頑固一徹型この人のでやれなさそうだなと思ったらあなたたちは受ける僕はやめた方がいいと思うんですよ。それが相手に合わすかだってあなたたちが入った後でもこの下で働くってことは頑固一徹型の中で使えるってことは相手に合わし続ける人生を歩めってことなんでそうすると合わせるしか突破する方法はありません。でもこののタイプの人と働くかかどうかを考えた方がいい っていうタイプ次臨機応変優柔不断型って僕は呼んでるんだけどどんな答えに対してもなるほどななるほどなつじつまってないよねでもなるほどななんでこういうタイプって相手が言ったこととを丸ごと飲み込んんじゃうタイプなんだね自分がないタイプの面接官まあどちらかっていうと面接の経験が浅いタイプがこの優柔不断型で相手が言ったこういうタイプは相手に芯がないからどうすればいいかっていうと。 自分がリードを切っていくしかないんだよ相手が何か適切な質問をするなんてことはないからリードを切ってリードを切って答えていくリードを切って答えていくこのことが中心あなた中心で面接を回していくしかないっていうタイプなんだねそしてです感情重視がったこれはね彼らの価値観はどこにあるかっていうと論理よりは行動質よりは量モチベーションが重要ってことなんだねそうすると論理的なものを否決するんだよいや論理なんていいんだよと具体的にどうやったんだよ お行動すごいねだからこういうタイプはね根性を見せる話以外は受け入れられないんでわかるあそういうタイプの面接官だなと思ったら根性根性モチベーション行動量ここで対応するしかない感情重視型。 そしてその逆のタイプ論理重視型このタイプはですね行動量やったんですそれ意味ないんじゃないのとそう論理的に正しいことだけが重要非効率的なことをやるやつは間抜けだと思ってるんだよだから 成果が上がらないやり方してるのってやり方が間違えてるって理屈だからねそうするとこのタイプには論理的の一貫性効率が上がってるそこのとこだけで突破しないといけない感情俺みたいに今ねいや清水さんそんなさ興奮がちに話す意味ないじゃないそういうタイプだ やったことを淡々とこうでこうでこう次はこうこうこうやりましたその次はこうこうこうでやったその結果としてこうこうこういうふうになりましたうーんなるほどねこういうタイプになんだからもちろんねあなたがタイプで少し感情移入してもいいけど感情移入の部分は全く評価の対象になりませんっていうことなんだね。さあ振り返ってみると今日2つの面接の仕方 そして4つの面接官のスタイルそして4つの性格この10のタイプを大体理解しておけばほとんど皆さんの中に当てはまってくると思うんです面接ははみみんながみんなななが同じではないだからあなたたちがこれを理解しとかないとでこんなタイプだったどうしよう緊張しちゃって上がっちゃったじゃないんだよいろんななタイプの面接官にあなたが出会うだからこういう人たちに出会ってまあ,あ清水さんに教えてもらった通りにやればいいんだ。 と思っててやるようにしてくださいそして最後に我々皆さんのいろんなですね就活上の悩みにお答えしてます。火曜日に生配信ということでですね皆さんの質問面接 es グループディスカッションの質問に答えてます。ぜひ直接質問がある場合には参加してください。よろしくお願いします。